今日の講義では皆さんに観光学、特に観光心理学という視点から観光の学びを体験していただきたいと思います観光心理学というのは観光に携わる人の意識や行動の仕組みについて研究する学問です皆さんもこれまであの観光の経験、特に修学旅行なので皆さんこれまで経験したことがあると思いますその経験を思い出しながら今日の学びを進めていただきたいと思います みなさんこんにちは、えー、今日は皆さんに、えー、観光学科での学びを体験していただきたいと思います今日は、えーまあ、修学旅行でなぜ男子は木刀を買うのかということで、まあ、観光心理学についてちょっと皆さんにね体験をしていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますでは突然ですがあの皆さん修学旅行をちょっと思い出していただきたいと思います この講義を見ている方、全ての方はおそらく今まで小学校と中学校と少なくとも2回以上はこれまで修学旅行を体験していると思います。ちなみにですね、修学旅行っていう学校を単位とする団体旅行は日本独特の旅行形態なんですよね。で、その歴史は明治時代に遡ると言われていまして、1888年に当時の文部大臣の訓令として 児童生徒の見聞を広めて、まあ、心身を鍛錬する、まあ、鍛えるっていうことを目的として正式に誕生したものなんですね。で、まあ、それがまあ今でも続いているということで、まあ、戦時中を除き、まあ、日本人であればもう誰でもあの世代を問わず体験したことのある、まあ、世界でもユニークな旅行の体験旅行のケースっていうふうに、ね、言えると思います、はい。ということで皆さんあの少し思い出していただけましたでしょうか 今皆さんはの修学旅行っていうとどういうところに出かけたのかなと思うんですがおそらく高校であれば東京の,あのテーマパークに、ね、出かけた方も多いんじゃないかと思います。まあ、テーマパークに行くとついついですねあのまあ頭にキャラクターのこんなねカチューシャを乗せたりあの帽子かぶったりしてふ、まあ、普段では絶対しないようなあのコスプレもですねなぜか平気じゃないかと思います。他にも 修学旅行っていうとまああの宿のですね消灯時間の後のあの暴露話タイムもあるあるだと思うんですけれどもあの深夜のテンションでですね好きな人をまあなんか言い合ったりしてでまあ次の日の朝を思い出してまあマジみたいなこと <laughs> あったんじゃないかと思いますそれからですねまた修学旅行っていうとまあ限られたお小遣いですねをどうやりくりするかっていうのが最大の悩みなんじゃないかと思うんですけど まあそんな中でですね、なんでこんなもの買ってるんだっていう謎の買い物をしている男子 <laughs>、思い出せませんかはい。あの、ま、男子の謎の買い物の定番は、昔も今もこの木刀、このね、木の、こういう、あの、ま、刀、まあ、プラスチックのもあるかと思うんですけれども、あの、ま、はっきり言って木刀なんてあの人生の中で実際使うことなんてもうほとんどというか、ほぼないと思うんですけれども、 あの、修学旅行中にね、買った木刀で、をね、はしゃいで、先生に怒られている男子の姿が私もなんかね、目に浮かぶんですけれども、皆さんの家にも、昔修学旅行で買った、こういった木刀とか、あとはこういった謎のキーホルダーとかですね、テーマパークのカチューシャとか、ひっそりと片隅に転がってるんじゃないかと思います。はい。このように、修学旅行だけではなくて、 ね、旅行という経験においては、まあ、日常では考えられないような行動をとってしまうことがありと思います。はい、ではなぜ旅行行中にこういうううい動を取ってししまうのでしょうか、はいまあ、今日はこういった旅行中の謎の行動について、まあ、観光心理学の視点で少し解き明かしてみたいと思います。 観光心理学とはですね。はい、まず観光に関わる人の意識や行動の一般的な仕組み法則を研究する学問です。はい、あの観光っていう現象なんですけれども、まああまりにこの三者で,で、ね、構成されていると考えられます。まず観光行動の主体ですね。観光する人がいないと観光っていうのは成立することができません。はい。まあその他にも 観光すする人が行く先ですね、れを観光の客体すなわち観光旅行先が存在していてでそこに住んでいる人がいるわけですね。はいでそしてあのこれらのこう動きをサポートする立場の人ですね、例えば、まあ、旅行会社とかホテルとかです、ね、お土産屋さんとか、まあ、観光産業に携わる人です、ねえー、も存在している。 これらの3つの立場の人々の動きが集合して観光という事象が成立するわけです。観光心理学というのはこのように観光という現象を構成する一人一人ですねに着目してその意識やその人の意識や行動の仕組みを研究していこうという学問ですね。はい、それでは早速観光心理学の視点から 旅行中の行動あるあるですね。先ほどのようなを解き明かしていきたいと思います。で、今日の模擬講義に先立ち、九州産業大学で私のこの観光心理学の授業を受けている学生に、まあそのアンケートとしてですね、旅行中に関するエピソードについて聞いてみました。今日はそのアンケートの回答を紹介しながら、えー、授業をね進めていきたいと思いますので、皆さんもぜひ。 あの自分が旅行に出かけていた時の気持ちを思い出しながらですね授業を受けていただきたいと思います。はいでは早速事例一ですね旅行中のエピソード。これは特にか買い物に関するエピソードですが、はいではこちらをご覧ください。はいこの方ですね普段の生活では買ったものの名前や値段を覚えて家計簿に毎日記帳するほど。 お金に対する意識が強いのに、北海道に行った時は値段も気にせず、食べたいものは食べ、買いたいものはとにかく買ってしまい、最終日の帰り際には500円しか手元に残ってなくて、空港までの電車にも乗れないのではないかと焦ってしまったということで、まあ、皆さんの中にもこういう人ね、いるんじゃないかと思います。旅行中っていうのは、まあ、普段の自分とはこう、何か違う自分っていうのが出てしまうことがあると思うんですよね。ではなぜでしょうか と考えてみたいいと思います、はい、旅行という行動こちらはですね旅行中出かけている、まあ、観光の時の、ね、人の心理の特徴をこう、ね、あつ表したものなんですけれどもまずこの左側ですね旅行っていう行動の特徴を改めて考えてみたいと思います。 旅行っていうのは、まあ、自分の家からどっか遠く離れてですね、で、どっかで遊びに行って、また帰ってくるっていう行動だと思います。つまり、まあ、日常生活圏を一時的に離れる行動のことなんですよね。つまり、非日常圏、非日常環境での行動ということになります。はいまあ、非日常環境、つまり、いつもと違う環境に身を置いたとき、まあ、皆さんはどういう気持ちになりますか 例えば日本を離れて言葉を通じないあの、まあ、外国にいる自分っていうのをちょっと想像してみていただきたいと思います。まずはこう不安で,です、ね、心細い気持ちっていうのが想像できるんじゃないかと思うんですよ。つまり人は非日常環境に置かれると不安を抱きやすくなってね、まあ、外部環境の え変化にすぐ対応できるように身も心もですね常にこう身構えてしまうっていうねえそれが特徴です。はい、で人はこう緊張しているとこう感受性が高まるつまり出会った物事に対してこうよりこう興味を感じやすくなったり印象を感じ取りやすくなったりするという傾向があります。例えば あのお化け屋敷をってこう何が出てくるかわからないですよねそういう時ってこういつもこう身構えてです、ね、キョロキョロしてると少しの物音でもわっ,ってこうねいつも以上に反応してしまうことがあるかと思います旅行中も実は同じような心理状態であるというふうに考えられるわけですね一方で,で、ね、非日常環境から離れるっていうことは 生活に関わるこういろんな煩わしさ例えば勉強であったり仕事であったりそういったことを一時的に忘れることができるっていうのがまあ旅行なんですよね、はいまあ、このように非日常環境ではこう気楽さっていうのを感じるっていうのももう一つの特徴です、はい、でこの気楽な状態であることの意識が解放感という心理状態なんですよねでそういうい人は 肉体的にも精神的にももうくつろぎねくつろぐことができるというそういった気持ちが高まるというわけなんですねつまり旅行している人の心理っていうのはこのように緊張感と解放感というね 全く逆ですよね。相反する感覚が同時に高まるっていう。つまり、ちょっと普段ではちょっとあんまり考えられないような、ね。そういった心理状態であるっていうことが、観光する人の心理の特徴というふうに言えるわけです。そこでですね、先ほどのちょっと事例に戻ってみたいと思います。はいまあ、このように、普段とは違う自分が、ね、出てしまうっていうのは、一面が出てくるっていうのは。 まあ旅行におけるこう非日常性っていう要素、特にここでは開放感っていうことですね。が心理状態がもたらす日常環境とのまあ感覚の違いということで。説明ができるかと思います。はい、それでは次のエピソードです。はい、こちらの方はですね。はい、まあ、浅草に行った際に浅草とだけ書かれていた。のれんのようなものを買ってしまったと。 特別欲しかったわけでもないのにみんなに釣られてっていうことで、まあ、これもねあ,のあるあるなんじゃないかと思いますではこれについても心理学の視点から考えてみたいと思います、はい、旅行という行動の特徴をもう一つ考えてみたいと思います旅行っていう行動はもちろん一人旅っていうこともあるかと思うんですが多くの場合は複数で参加する友達とか家族とかですね つまり集団行動であるっていうことが特徴だっていうふうにされています。特に修学旅行っていうのは当然集団行動ですよね。で、人はこのように集団になるとですね、一人の時とは異なるさまざまな影響が現れるというふうに考えられます。これを集団心理というふうに言うんですが、まあ、いろんな集団心理の影響ってあるんですけれども、今日はその代表的なものを一つ紹介したいと思います。 では皆さんちょっと一緒に考えてみてください。この左右のカードですね。はい、これはあの心理学において非常に有名なあの線分実験というね、千分ですね実験というあの心理学者のアッシュという人が1955年に発表した研究がこちらです。はい、この実験は、えー、とこの左のカードにある。 直線と同じ長さの直線を右側のねカードから選んでくださいというものなんですよ。はい。では皆さんあの考えてみてください。はい。と言っても、まあ、考えることもなく皆さんほとんどの方が当然この3番っていうのを、まあ、選んだんじゃないかと思うんですけれどもしかしですねもし皆さんの周りの人が全員いやこれは2番だっていうふうに答えたとしたらどうでしょうかね。はい。 実はこのアッシュの実験では、このカードの前に8人の人が実験室に集められて、今と同じような質問がなされました。ただ、実はこの8人のうちですね、7人が桜だったんですね。で、この7人には、わざと2番っていうね、この間違えた答えを言うように仕組まれていたんですよ。そうすると、残りのね、あの1人はうどうなったと思いますかはい。 初はじめですね、この問題を、あの、一人、一人だけでこう尋ねられて答えたときは、堂々と3番が正解ですっていうふうに、その人は答えてたんですけれども、人の人他の7人と一緒に、ね、同じ質問をされて、その7人がみんな間違えた答えのに2番っていうふうに答えたと、答えたら、実はその人も釣られて、あ、2番かなっていうふうに、あの、答えてしまうっていう、そういった実験の結果が得られたわけなんですよ。つまり、 これを同じ実験を繰り返したところですね、一人でこの質問に答えた時の正解率っていうのは100%だったのに対し、誤った答えを言う桜が周りに存在していた時の正解率は、なんと30%まで低下してしまったという、そういった結果が得られています。つまり、 このようにその場にいる自分以外の複数の人の意見や考えに影響を受けてそれに合わせてこうねしてしまうっていう心理現象のことをこのように同調現象というふうに言います自分一人で考えるときは正確な判断ができても集団の中にいるときは集団に合わせてこう誤った判断をしてしまう傾向が見られるっていうことをね示しているわけです はい。ということで、先ほどのあの事例に戻りたいと思います。まあ、旅行中っていうのはこのようにして、あの、応認してこういった場面がよくありますよね。あの、みんなが例えば美味しいって言ってるから、これ美味しいのかなっていうふうに思ったり、例えばみんなが可愛いって言ってるから、可愛いのかなっていうふうに、まあ、ついつい周りの意見にこう左右されてしまうっていう。これは、あの、先ほども言いました、集団からの影響による、ま同調現象であると。 特に複数で参加することが一般的である旅行っていう行動にはとてもよく見られる現象であるというふうに思われます、はい、では次の事例に行きたいと思います最後の事例ですね、はい、ではこちらです食べたいものやおやつを無駄に買ったりしてしまいます地元では売っていないものや珍しいものを見つけるとついつい手を出してしまいます あ,あ、お金がと思うけど、まあ、旅行だしいいよと、ついつい自分を許してしまいますということで。はい、これもね、わかりますね、私もよくわかります。はい、では、これについても読み解いていきたいと思います。はい、皆さん、あの、旅行に出かけた時っていうのは、まあ、何かちょっとお金の感覚が、こう麻痺するっていうこと、ありませんか。特に、あの、海外旅行となると、あの、外国のお金だとね、ね、普段。 見ないものなので全く感覚がつかめなくて何かおもちゃのねお金のような気がしてわけもなくこう使ってしまうっていうことがあるかと思います。でこれについては先ほどの事例についてはね最近の事例1で説明したような、ま、非日常性から来る解放感の話とかですねあるいは同調現象っていうね事例2で説明したことからもあのなんか読み解けると思うんですけれどももう一つ別の視点で考えてみたいと思うんですよ。それが 心理的財布という概念なんですね、はい、心理的財布というのは人は心の中に複数の財布を持っており状況に応じて使い分けているということで例えば1,000円でお昼ご飯を買いましょうという時にですねあの同じ1,000円のランチでも旅行中の駅弁旅先の駅弁なら100,000円でもちゅうちょなく払うのに 日常のコンビニ弁当だとなんか結局お弁当に1,000円を使うお昼ご飯に1,000円を使うっていうことは同じなのになぜなんでしょうかではこれについてもう少し深く考えていただくにあたって皆さんにもう一つ質問をしたいと思いますそれがこちらですこれちょっと2つ質問があるんですけれども、まあ、これはあの2017年にあのノーベル経済学賞と。 行動経済学のセイラーという人がです、ね、行った調査なんですがあのちょっと皆さんも一緒に考えてみてくださいこれちょっと似てるんですけど微妙に状況が違いますまずじゃあ上の方です、ね、問1ある映画を見に行ったところ、まあ、映画館の入り口でポケットに置いておいた2,000円をあ入れておいた2,000円をなくしていることに気が付いた。 あなたはこの映画を見るために財布の中から2000円を出してチケットを買いますかという問題どうでしょうかでは問2ですね問2の場合はある映画を見に行ったところ映画館の入り口で以前に買,い買っておいたチケットをなくしていることにちが気がついたとであなたはこの映画を見るために再度2000円を出してチケットを買いますかっていう問題なんですね この2つですね、実は問1、皆さんどうでしょうか。多くの方が問1と問2で、ちょっと、うん、なんか心が変わったんじゃないかなと思うんですけれども、あのこの結果ではですね、問1ではま188%の人がまイエスと回答しました。一方で問2だとですね、46%にこう回答、イエスという人の回答率が下がってしまったんですね。 これ結局2つとも2,000円を損失2,000円を失っているっていうことは事実は変わらないのに問一1だとなぜか OK で問い2下の方だと抵抗を感じてしまうっていうのは何なんでしょうかでもなんとなくこの気持ちわかりますよねなぜかというと先ほどのじゃ心理的財布っていうことで少し説明できるかと思います 私たちはなんとなくこう映画のチケット用の財布っていうものをこう心の中で作っていてですねでそうでない財布っていうのがこう分かれていて、まあ、問い2の場合映画のチケット用の財布からもうすでに2000円払っているので、まあ、そこからまだ2000円出すのはなちょっとなっていうふうにこう判断してしまうっていうふうに考えられるわけです。 同一の場合はまだ映画用の,あの2000円の財布カラーまで2000円使ってないので、まあ、躊躇なく出せるというふうに考えられるわけです。どうでしょうか皆さんも無意識のうちにこのように心の中で財布を使い分けているっていうことあるんじゃないでしょうか特に旅行中には、ね、このような先ほどの事例のように、 あたかも旅行中の財布っていうものを心の中で作っていて別にそれが存在しているので、まあ、その財布からはいくら出してもいいやみたいなそういうふうに判断してしま,えるしまっているからっていうふうに考えられます。はい、ということで今日はですねあのここまで3つの事例をもとに普段あまり気に留めていなかったような旅行中の行動を取り上げ観光心理学の視点から改めて考えてみました。 はい、どううでしょうか何気ないあの行動も背後にある仕組みを知ると、まあ、新しい見方がまたできこのほかにも観光心理学にはですね、まあ、観光にまつわるさまざまな研究課題がありまして例えば「なぜ旅行に出かけるの?」とかです、ね「人にとって旅行とは?」とか「どんな場所に魅力を感じるの?」とか、まあ、改めて観光 改めて考えてみると観光っていう行動にはまだまだ謎とか疑問が非常に多くて観光心理学っていうのはこれからも発展途上の今ね発展途上の学問なんですねなので皆さんもぜひあの普段意識することのない行動の仕組みについてぜひちょっと自分自身の行動を見つめ直してその謎を解き明かしていただきたいと思いますまず疑問を持つことが学問の第一歩ではないかというふうに思うわけですね、はい、では 最後に観光心理学を学ぶ意義について、はいえー、考えてみたいと思います。まず一つ目は人間行動についての理解ということで、まあ、観光っていうのは遊びの一つというふうにも、ね、捉えることができます。人間にとって遊びっていうのはとても重要で,で、ね、人間活動の本質っていう考え方もあります。 で観光心理学においてこれまであの明らかにな,かなってなかった観光する人の心理とか行動の特性について理解することで自分自身のみならず、まあ、人間って何だろうっていうねことについての理解を深めることができると思います二つ目が観光現象についての理解です、はい、観光現象というのは、まあ、一人一人の行動が集合してできた現象で最初にも、ね、お話ししたと思います、はい、ということで 観光ということに理解する現象について理解するには、一人一人の心、行動に目を向けるということが不可欠だと考えられます。また3つ目は社会全体の理解ですね。はい、観光は社会を映し出す鏡というふうにも言われます。その時代、その地域で人がどういうふうに観光を楽しんでいるかということを見ることで、社会全体に対する理解を深めることにもつながると考えられます。 ということで今日は観光学というね、あの、これは比較的新しい学問の中で、えー、観光、心理学という視点から観光について考えてみました。観光というのはもっとね、いろんなアプローチで勉強することができます。皆さんもぜひですね、大学で観光というものを学問として学んでいただければと思います。はい、では今日の講義は以上です。ありがとうございました。